紀元前2世紀、中国南部から銅託がもたらされ、九州から出雲に持ち込まれます。時期は不明ですが、海洋交易に関わる集団は船団を組んで九州から大阪に移住し、やがて奈良に移住します。彼らは後世、人気パヤピと呼ばれる集団となり、銅託を用いて儀式を行うようになります。紀元前1世紀から和人が船団を組み、古代朝鮮の国家、白木の海岸を襲うようになります。まもなく、 くんという和人が白木の政治にも関わるようになります。一世紀になると、現在の福岡県にあった、ナトという都市国家の和人が中国まで死者を送り、金印をもらい受けます。この頃、どうやら和人らしき、イビホチという人物が朝鮮半島南部で現地の住民と交流品を結び、金冠カヤという国が始まります。まもなく、現在の京都府近丹波の国の和人がこの金冠カヤに移住した後、 白木の第四代の王様として即位します。一方、時期は不明ですが、白木にいた和人の中には、出雲に逃げ戻ってくる人々もいたようです。神話では、白木から出雲にスサ佐オが戻ってきた、白木とその他の国々を出雲に寄せ集めた、などと表現されます。現在の岡山県には、地穴という洞窟があり、昇乳石を用いた信仰が行われていましたが、大穴持、という豪族が周りに疎まれながら、 徐々に出雲周辺の豪族をまとめ上げるようになり、後世には大国主の国づくりと呼ばれます。朝鮮半島の南部にはヒリという場所があり、この辺りから逃げた和人の中には、出雲ではなく九州に移住する人々もいました。ヒリを支配できなかったことは、後世の神話で弱い女神から強い男の神に告白したせいで、ヒルコという子供が生まれて船に乗せて捨てたと語られます。 このように移住した新しい王族は、二人寺と呼ばれ、現在の鹿児島県にあった、阿多という場所の原住民、ハヤトの一族と婚姻関係を結びます。現在の熊本県は、当時、老いと呼ばれており、木の国という意味でしたが、ここで子孫が増えたので、木の中で出産した、都心話で語られます。2世紀になると、日本には再び中国に死者を送る豪族が現れ、メントという国は、真寺という死者を派遣し、 中国の皇帝に奴隷160人を献上しました。出雲の須佐古市という場所の皇族は、当時はまだ人気パヤティの支配下にあった、ヤマトを攻撃して、剣を奪い、後世にヤマタのオロチ伝説となります。同じく2世紀、朝鮮半島で太陽と月を祀って儀式を行っていた二人組が、日本列島に移住し、白木が死者を送って呼び戻そうとしても拒否して、そのまま、日本の皇族となります。 このように和人のみならず、白木の漢族が日本に移住し、人気パヤピ王朝に付き従って、各地の豪族となる例が相次ぎました。現在の徳島県南部は、南河と呼ばれる地域でしたが、ここは漢族が支配階級となっている記録があり。また現在の長野県にも、白木の王族と同じ名前の都来寺、あちが移住しており、人気パヤピに付き従っていた記録があります。2世紀には九州で大飢饉が発生して、 和人戦に余りが白木に移住した記録がありますが、現在の熊本県、木の国、おいで増えていた二人儀の一族は、現在の宮崎県、木村を出発して、東に移住することを決めました。こうして、和国大乱と呼ばれる日本列島最初の大規模な戦争が発生しました。徳島県南部、後世に阿波の国と呼ばれる地域を支配していた、漢族出身の豪族は抵抗したため、 四国はとんかつ支配されてしまいました。後世の神話では、弱い女神から強い男の神に告白したせいで、阿波島という子供が生まれたので捨てた、と語られます。また、四国全体は、伊予の二名島、つまり二つの名前を持つ島、と呼ばれます。一族は四国を支配できないまま、近畿に入ろうとしますが、南河の国の将軍、南月根の抵抗に遭い、四国から離れた反対側に回り込んで東から攻め込みます。 当時の近畿地方は人義パヤピと呼ばれる、城大東国語の和舎の支配下であり、高ーや白家から移住した有力者がひしめいていましたが、様々な都来人の協力を得て支配が確立し、新しい政権が奈良県北部、大和に成立します。大和朝廷、天皇の歴史の始まりです。山が多い奈良県南部には城大東国語のアクセントが残ってしまいましたが、人義パヤピの古い文化は排除され、 銅鐸は作られなくなりました。長年続いた戦争は終結し、女王、卑弥呼が即位し、国々は結束しました。対立していた四国、阿波の国については、阿波北部のイムベという一族が中心となって和平が結ばれました。神話においては、洞窟、天の岩戸に引きこもっていた太陽神アマテラスが、イムベの象徴である鳥に誘われて洞窟から出てきた、と表現されます。 ヒミコの当時の発音は、姫メホ、現在の日本語でヒメコに相当します。姫メの語源は、太陽の女であり、当時はまだ男性心であった太陽を祭り信仰を取り行っていました。中国の記録によって、古事記や日本書紀の成立より前の日本人は、太陽を弟、空を兄と捉えていたことがわかるので、ヒミコのシャーマニズムは明らかに琉球神道と共通したものだと推定されます。 卑弥呼は九州から死者を派遣するなどして中国と国交を結び、その様子は有名な儀師、和人伝に記録されています。早との住む九州南部を除いて近畿から西の支配は固まりましたが、東はまだ抵抗を続けており、現在の静岡県、久野との戦争に関して中国が仲介に入っては兵が結ばれます。このように卑弥呼を中心として外交が確立しましたが、間もなく、 朝鮮半島との継続的な戦争が始まってしまい、中国とのつながりは途絶えます。これまでは人の海賊が定期的に白木の海岸を襲っていましたが、ついに白木の首都まで攻め込んでしまいました。その後、和平を結ぶために死者が白木を訪れたところ、白木の将軍、ウルーが山和朝廷の王を侮辱し、謝罪するも、将軍は焼き殺され、その後、その妻が報復として山和朝廷の師者を焼き殺し、 両国の関係は大いに悪化しました。山和朝廷と白木は何とか講話を結びましたが、陽世期になると、白木が山和朝廷に蜜着物を出し絞るようになり、山和朝廷の沖南型ラシィメの主導のもと、白木に再び大規模な戦争をけしかけます。ところが白木も度重なる戦争で強くなっており、攻め込んだ和軍のタ路を塞ぎ、山和朝廷は大敗を喫しました。後世の日本の記録では、 三世紀と幼世紀の戦争をまとめて神話として美化しており、これを三冠征伐と呼んで、幼世紀の戦争が大勝利を収めたものと書かれています。一方その頃、日本列島では日本海側で出雲を中心とした軍事同盟が形成されており、山和朝廷は繰り返し死者を送って支配を試みていましたが、死者が出雲勢力に寝返るなどしてうまくいかず、ついに戦いが起こりました。ヒニの時代とは異なり、 山和朝廷の支配は東日本に拡大していたので、現在の長野県諏訪湖の付近で山和朝廷が勝利し、敗れた出雲は山和朝廷に従うようになり、6世紀までに徐々に和平が結ばれた過程は、後世の神話で国譲りと呼ばれています。かつて出雲によって、人気化やピ支配イの山和の観族から奪われた県、草薙の剣は、新しい山和の支配者、山和朝廷に渡されました。 このようにして5世紀までに、有力天皇、若竹郎ポキにの代で日本の広い地域に大和朝廷の支配が確立します。朝鮮半島に対しては、九だらとの軍事同盟が結ばれ、かつて金韓蚊屋があった地域がミマナと呼ばれ、朝鮮半島にも前方後円墳が作られるようになります。ユンドという種族が白木から大規模に日本に移住し、現在の京都にあった、宇トマという地域に住みました。また、 日本は再び戦争で内陸まで攻め込み、朝鮮半島北部にある国、コークリとも関わるようになりました。外交関係が落ち着いたことで、中国との交流が再開され、いわゆる和の五王が中国に記録されます。6世紀以降はシ話ワ時代を脱し、様々な大和朝廷の活動が記録されるようになります。ハヤト、クマソ、クズ、シウ王国など、大和民族ではない集団は各地にまだ残っていましたが、 7世紀になると北方の絵見し、アイヌ語を話す集団をも支配するようになり、また、現在の韓国のチェジュ島にあった、タンムラという国とも交流を始めます。タンムラは韓族ではなく、現在の沖縄のように、和族の国であったらしいことが言語学者によって指摘されています。大和朝廷と朝鮮半島の濃密な交流は続いていましたが、7世紀の白村江の戦いで縁が切れます。やがて8世紀になると、 ハヤトの大規模な反乱が発生しますが、大和朝廷は軍隊を送り中圧し、さらにハヤトを移住させ、積極的な同化政策に取り組み、この民族を消し去り、南九州の支配を確立します。こうしてよく知られた、日本という国は出来上がりました。